妄想ゴージャスのモンストロのボックスを見ちゃうコーナーはい、ということで大島だ久しぶり。いやいや、会ってたじゃん楽屋で。忍者かお前は。いやいや、普通にいましたよ、ずっと。消しやがって。消してないんですよ、ないだけで存在感が。さあ栗原、はい、僕も見たいとな。はいなんかね、企画会議で妄想を撮ろうよって話になりまして、まあ何撮ろうかっていろいろ話してて、そういえば強いとこ行くべきだろう。安倍ちゃんいなきゃいけないでしょうよ。安倍ちゃんどうしたんだ、安倍ちゃん。安倍ちゃん今忙しいんで、次回来るから安倍ちゃん。そして見たいと。でどうしようかって相談してたところ、ボックス紹介そういえばやってなくないって話で調べたところ、もう3年経つんですよ。前回のボックス紹介から。これは相当変わってるでしょうね。まあね、本当にやってない人じゃないからやっぱね、3年、これは大きいですよ。新たなキャラもいっぱいいるということなんで見たい。早速はい、さあということでいきましょうかね。ほらこれ見ましたね、エクスカリバーのまだまだ掲げてますね。掲げていけますよということでね。これちょっとあれっつってね、全然通じないね。この辺はね、はい、聞いてしまいました。全部共有上。さあ行きましょう。ランク453。どうします？ボックスの前に戦績。ボックス来た。俺もだってこれそんな知らないからさ。おスカ2、3日前に送りましたよ。ボックス紹介しますよ。入手順ね。入手順だから。あんなことなります。一回釣りしたいわ。何クリア何？2、3日前に言いましたから。LINE 送りましたから、これさ。いやいや、ボックス紹介ありますよ。そんな忙しいんだ俺も。いや散らかりすぎでしょ。いやあれは入手順のやつだったからね。まあボックス紹介言ってもいいんですけども、まず気になるところはゴジャスさんの戦績かなと。確かに見たことない。戦績なんか頑張ってるよ。ちょっと見ましょうそれは。すげえ勝ってんな。ちょっといやちょっとそんなすごいな。すごい勝ってる。いや勝ってるとかじゃないですよ。どうした？なんか欲しいとこあるか。いやいやちょっと2位やば。だからどれほど俺が使ってたかって話だよね。いや何も別におかしいことだよ。いやいやおかしいですって。全然フレアバルキリー。いや往年のゴージャスさんといえばもうフレアバルキリーですから。まだその名残残ってるぐらいすごいやってたってことで。いやもう見るからに古いじゃないですか。ソロもまあ分かりますよ。いやいや。でまあモーツァルトも分かるか。でまあルシャンも分かる。ガブも古い。いやいやまだ全然ね。進化が。まあまあダッキー。ヤラミス、いや Q もそこでストファイですよね。カリン、俺が初めて運曲作ったやつ。初運曲だからか。そうなんだ。うわすごいなこれ。なかなかですよこれは。いや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 。大体こんなもんですよみんなも。2位面白いな。情報がある時期で止まってるんですよねゴジャスさん。そうっすね。面白い。ただ他まばらに使ってるからね。ちょっと木だけでちょっと見せてもらっていい？ハンターキング、ハンターキング。あれか、山竹とか使ったんでしょうね。もう全部見たくなってきたな。じゃあ火からいく。火からいこう。じゃあ木を消してもらって。木消して。うわーすげえスパイダーマンいる。スパイダーマンは俺今でも使うようだったら普通。使える本当に塔とか普通に覇者の塔とかもな全然。使ってるんすね。環境めちゃくちゃ変わってますよ。環境変わっても俺は使うからね。うわこれすごいわ。なんか懐かしい気持ちになりました。なんかノスタルジックに。うわロミオのあれとかね。クイバタもね。あれやっぱちゃんとシンドバッドね。宇宙海賊。なるほどなるほど。全然ですよ。木は見た。光。なんかいる。なんかいるぞなんかいるぞなんかいるウサギがいるウサギがいるコニーだそうだ LINE の LINE コラボだコニーが俺の中で一番最初ラックが高かったラックが高かったコニーをすげえ使ってたなんかでも運極じゃないただちょっとだけ高かった面白いあーすごいな逆になコニー使ってないのって感じだよね使わないでしょもう誰もおかしいないやすげえわ歴戦のゴージャスって感じでしたねいやどうっすね全然やってなくないですからやってますからあうわすごいなこれも4位が4位これ誰こちらさでも星ガチャ星5じゃないですかもういやこれすごいこれすごい育てて可愛いからずっと使ってはあすごっこれみんな売っちゃいますけどいやいやいやなんでじゃないの俺がもともとこれが支えてきたんだよモンストいやまあそうっすけどモンスト支えてきた人にそういうのダメよそんなねいや使ってる人初めて見たこれロボットキラー言えるだねこれすごいなこれいますから別にロボットバシバシ来てきたねいやいやいやまあこの時代ででもロボットキラー言えるってすごいかもしれないですよね本当だよ本当にいやいいそれなこれはなかなか見れないもの見れましたねこれはだろはいもうはいはいはいなんかちょっと勘違いしてる方がいるけどプロじゃないからいや僕もちろんもちろん結構ライトユーザーの本当にど真ん中してそうですねまあ見たらわかります確かにただ本当にこの通算ログイン日数これに関しては本当にこれより下のやつは絶対喋るんだね言い過ぎ今コメント書こうとしてるやつ2,462以下のやつは敬語先輩ですもんねモンスト先輩そうだぞということでございますよなるほどね称号見て称号変えたんだこれあれ素敵な宇宙船地球号の船長あ変えたんですねすごくない自分の好きなものにできるようになっちゃったすごいですね宇宙なんかの番組ですよねテレビの昔ねありましたよね懐かしいなそれも今の子知らないですよ知らないやつとか俺置いてくんだからわあそこつくんだ2だねぐらいなるほどなるほど確かにそうなんですよいいですねでも懐かしい気持ちになりましたはいボックスいきますかじゃあボックスはね取得順だからこれは本当にこれはでもさモザイクかけた方がいいっすこれはでもやってる感じ出てるじゃんっていや混ぜないといや混ぜる方もちゃんとまあ運極とか徐々にこう上げていってるとラックもだから本当にコツコツやってますよっていうことですねまあまあ確かにそれは分かりましたあちゃんと飲んのもねちゃんとやってはいちゃんとその「進撃」のやつとか「7つの大罪」も運極にはしてるんですねイベントのやつはねちゃんとそこで運極を作ってそうなんですねそれはちゃんとやってるいいですね偉いでしょ偉いドラえもんシリーズもちゃんとね本当だ炭治郎2体いるからねこの M でなんで止めてんですかワクワクつけないんですかワクワクにとまあそこだよねあれこれに関しては育ててこれじゃない育ててあもう厳選はもういいと厳選 M も L も変わんねえだろ厳選ってさ俺そんなに時間使ってらんないの子供の厳選の方が大事子供の厳選子供のおもちゃの厳選とかねそういうことですねランドセル選びいかないといけないそういう厳選はやるけどさそんなにさそんなにマックスにしなきゃ君そんな勝てませんかって話だよね俺の勝てないでしょ自分でちょっとゲームぬるくさせてるのはちょっとどうなのかなといつも思っちゃうけどいつでもディフィカルトプレートほらほらエクスカリバー2体進化神化と揃えましたいいですねエクスカリバー2体そうなんですよこの辺はね、あ、猪木も運極。猪木もね、ちゃんとね。こう見ると、まあ、持ってるな、キャラもちゃんと。ちゃんとやってるからね。はい。うん。結構揃ってる。火は結構揃ってる感じしますね。火揃ってるでしょ。はい。いい感じだ。ああ、セイントセイヤ懐かしいな。セイントセイヤね。あと、これ知らないんじゃない、これ。うわー、出た。ほらこれね、ミュータントこれ持ってる人は相当昔からやってるって感じしますよね。村井さんだってほら見てこれ。レベル上げてないんだから。いやー、そうですね、村井さん、ヒカキンさんとか。村井さんに関してはなんでレベル上げないかって、そんな強くないって。確かに。ただ、じゃあ売らないで、村井さんちゃんとね。このバンテの横のやつなんですか、バンテの横。これはだから、いつも言ってる通り、モンストレットつって、ちょっとボリューム上げて。本気でいくわよ。これか、あ、ガチャ引く時のこれ、これと、はい、そうね、本気でいくわよ。こっちね、よ。本気でいくわよ。一緒なんだ。一緒なんですよ。これ豆知識です。豆知識です。クイズで出そうな。ね、これね、だから取っといてるんだ。そう、それもあるしね。ああ、なるほど、なるほど。バンテどうですかこれ。バンテもちゃんとこれ。バンテはちゃんと厳選してるんですよ。なんか使用回数見て、使用回数見て、使用回数。うつせうつせ。違う。俺も言われた通りやったんだけど、ちょっとあんま旨味をあんまよくわかんなかったね。スコア稼ぎつけてるってことですか？でそれそうですね。スコア稼ぎつけて。でなんかあんまり旨味感じなかったから、ちょっとあんまりやんなくなっちゃった。バンテね。そんなバンテで、なるほど。水、はい、水でございます。お、これ見てください。ルリね。ルリはね。ルリ5体いたんでね。あ、混ぜたんですね。あ、混ぜてない。この他に進化と神が別にまだしてないんだ。いる。ちょいちょいこのやっぱキーネスとか混ぜてないのが気になりますね。2体ずつ謎のそのレベル1のやつ。これは。後でやるんだよ。俺めっちゃこれそういうのちゃんとしてるから。あ、そうだ。ちゃんとしてるんだけど。一旦ね。全部2体ずつがいるじゃないですか。で混ぜてないだけね。混ぜてないだけ。だから1個は鍵つけてるけど1個は鍵ついてないでしょ。ゆくゆく混ぜますよっていうね。ちょっとだから蓬莱今ラックいくつなんですか。2。でも違うこれも混ぜてください。混ぜるけど蓬莱はあれにしてなかったよ。チェックリスト入れてなかったのよ。あ、なるほど。ね、別にだからね。まあでも蓬莱一応頑張って運曲にしましょうよこれ。可愛いし。そうそうそう。はい。そうそこね。知ってる知ってる。イジリ蓬莱いいですね。いいですよね。可愛いですよね。ちゃんと分かってるからそれ。でいきつつ、あと水はな。まあ。ローレ本当に。シンドバッドがめちゃめちゃいるんだよね。本当だ。確かにシンドバッドはなんか混ぜてないの見ますもんね。うわっ、そうか。あ、ちゃんとマーキュリーじゃねえ、マーキュリーか。マーキュリー3体。マーキュリー3体。わ、セーラームーンコラボまた来てほしいですねこれ。あ、でもセーラームーンまたあれだよね、なんか話題になってるからね。いや、来そう、そろそろマーキュリーいいな3体。なんだろうな、スター・ウォーズ、まあレイね。中途半端。24。あ、ノストラとかも重心化しないんですね。2体いるんだ。ノストラ使いますよでも。そうだよね。はい。これはやっといた方がいいですね。やった方がいいかな。また剣もいるし。水はそんなにニラいかない。どういうことですか。育ててるけど進化させてないみたいなニラいかない。ニラがあれが素材があれじゃないかな。素材いるんだっけ。素材いるのか。そうそうそう。なるほど。いや素材取りに行こうと思えばいけるよ。ニライカナイを使ってるシーンがあんまないからさ。今やないか。そうですね。確かに。そんなにだからね。躍起になってないわけ。次。木です。諸葛亮。諸葛亮。出してる。出してます。あと12時間ぐらい。はい。そして7つの大罪から。ジャスミン2体いる。ジャスミン2体いるのはノクターン運極にしましょうよ。ノクターンこれだ。はい、これノクターンぶっ壊してるんで、これ2体いたら本当。はい、使ったことがないのジャスミン。強いっすよノクターンでは。めちゃくちゃ簡単、めちゃくちゃ簡単になります。多分使用回数3回。逆に何で3回行くのジャスミンノクターン以外で何で3回行くの。なんかあったんだろうね。いや、ここら辺も遊具もいるしな。うわ、パールバティも4体いる。いや、まだいるよ。5体ぐらい。パールバティ混ぜちゃっていいけどな、もう重心化しちゃってるし。いやいやいや。角度に混ぜないですね。うん、混ぜない。あとはでもまあでもいますね。うん、ヒプノスもいる12。やっぱ近畿簡単にいけそうだけどな、ゴージャスさんのボックス見たら割と。ちょっとこの間20までは普通にいけたんだよね。そっか、やっぱ21からか。うん。21はタッチと普通に、自宅にいながらやったんだけど。あ、そうなんですか。これが木でございました。なるほど。次、光。光はね、あ、森蘭丸重心化していいですね。ちゃんと。森蘭丸いいですよね、イラストも。使ってない。一回一回。ちょっと待って、大伝太光代2体いるじゃないですか。そう、大伝太はここで4人でマルチガチャで引いてお正月。はあ。ただね、何にも使ってない。まあまあね。新芝か、新芝でしか今んとこあんま使わないイメージはありますけど。うわ、この4なんだ12345体いるやつ。オリハルコン。これも後から混ぜる。あ、もう混ぜる。そんなに言うんだって。でそんなに。ボックス圧迫してんだもん。圧迫してないんだから。毎日2回しなきゃ。朝と夜と。いやそうですよ。ゴージャスさん、新芝とかあそこら辺のシリーズはやられてるんですか？新芝？え、どこ？竹芝？いや、竹芝。新芝ってなんだ。超究極ですよ。あれも見る？一回ちょっとこれ見てから超究極のあれ見る。でもこれ大伝太2体いるなら新芝とかね、行っても良さそうです。行けそうですけどね、簡単に。本当？ちょうどいい難易度になりそうな。行きます？全然。いやまあむずいけどまあ行ってもいいかもしれないですね。モンタマリドラ交換しないですか？ちょっとみんなさ、まだ後からすごいの来るかもしれない。いやそうなんか言われてるんですけどね、なかなかそんなにすごいのが来ないっていう。ずっとやってるけど全然。もっと確かにいいの出してほしい感じはありますね。確かに。街です街ですね。ほら持ってるこれ。もちろん持ってますよ。金のだよしかも。持ってます。持ってんのかい？いやそんな超レアキャラじゃないんですよ。いやどれだけ俺回ったかったんだよ。回りましたけどこれね、金と銀チョコボールみたいな感じでね、金は出にくかったです。そうなんだよ。これ楽しかったな、これやってるの楽しかったんで。うん。いやすげえまあ。これちゃんとね。うわ懐かしい。これ右のやつじゃないですね。右のやつじゃない。右はなんか売っちゃった気がする。右売っちゃった。あ、ここ懐かしいな。闇です。はい。闇。おお、すげえメリオダス3体。そう、もっといるんだよ多分。ええ、そうなんすか。うわ本当だ。いるんだ。いいな。やっぱコラボの時ガチャ引きますもんね、ゴージャスさん。でもなんか偏るんだ本当に。ああ。2倍で持ってて。いやコラボやっぱいっぱい持ってるよな。それを混ぜてください。子宮。暁ね、暁だってあと1回来月終わっちゃいますよ。もう来なくなっちゃう。あ、そっか、あれね。そうです。超重心差の時に暁とグレンか。この間の時さ、これクリアしてさ、やったと思ってツイッター上げようかなと思ったけど、今更かな。今更ですね。今更。そして、はい。キリトもちゃんとね。キリトはやっぱ使いますもんね。原作もちゃんと割ってる。いいなキリト。キリトは1体しか持ってないですか？1体しか持ってない。アスナは持ってない。ああ。ここはね。まあね。やっぱそこはそんな巡り合えない。まあまあそうっすよね。どっちかじゃないね。キリト持ってる人はアスナ持ってなくて、アスナ持ってる人はキリト持ってない。あれじゃないかな。全然いい思いつかなかった。闇も。ちゃんとキャッツアイもいるよ、キャッツアイも。難しいな、キャッツアイ。やっぱもう使わないと思ったら育てないですね、進化もさせないと、ボー的には。もう全体的に使わないと思ったら。本当にダース・ベイダーとか情でしかないの、本当ね。情。0回ですよね。情でしかない。進化もしてないからだってね。まあまあ使わないですからね、確かに。情だけでいい。そんな感じ。あ、皆さんと。ブラックウィドウもね、映画が待ち遠しいですよね。あれがやるんですね。ね、うん。まあでもなんか散らかり具合いや、闇の散らかりぐらいすごいな。この星フクロウのやつとかだってもうなんでいるんですかそれ。フクロウのやつこれ何でしたっけ。アメジスト。アメジスト、はい、これはなんこれ貯めてんですか。なんでいるかもなんでいるのそのCM 見るより、うん、ボックスをこう整理した方が飽きそうですけどね。いやでも全然余裕だから100あったらもう余裕だよもう。まあ確かにね。うん。あ、なるほど。そんな感じの。はい。はい。あ、強行みたいなこれね。え？あ、闇さが。闇さが。はあ、懐かしい。セイントセイヤ。ラック4だったら別に闇さがにする必要ない。そんな。なるほど。ね。じゃあちょっと僕の。そう戦績のあれ見せるの忘れてました。勝ってはいるんですね。勝って勝ってはいる。そしたらまあこの辺は運極は大変ですもんね。まあね。このザリアルの感じ。いやリアルっすねこれ。リアルです。まあ一応クリアはしてって感じか。爆絶はどうですか。爆絶も。ああこれ兄貴見たま。あ、そう、こいつだけ。あ、ごめん、アラミタマ。アラミタマ。アラミタマ。アラミタマなんて、俺生放送呼ばれたら。あ、そっか。トラウマなんですね。でも、なんか倒し方がよく分かってない。この、当てながら、こう行きましょう。爆絶をいろんなね、リレーで。モンスト公式で、やっていくっていう。第2弾が G4 だったんですよね。G スター4ですね。G スター4だ。ザナドゥとかも倒し方がいまだに分かんない。ザナドゥね、出すやつですよね、レーザーみたいなやつを。あとは時間が合わないって言って。まあまあ確かにここら辺見たことがないのよ、降臨してる時を。アビとかね。アビね。いやこれもちょっとクリアしたいですね。でもゴーデツあれ B 歴戦でクリアしたんでしたっけ。 B だとかはあ歴戦じゃねえや、訓練で。ただこのちょっと頑張る節ちゃんとね、彼女とかね、ラックやるぞっていう気は感じてほしい。確かに。まあまあこれはぼちぼちですよね。そうですね。そんな感じの、さらけ出しちゃいましたね僕の。いやさらけ出したな。いやなんか面白かったな。これはね本当にザリアルだったこれが。本当普通の人の。まあライトユーザーというか、確かにもちろん共感してる人もいると思いますよ。確かに。だから本当にめちゃくちゃやってる人は全然やってるじゃないかっていう感じになるかもしれないですけどね。重きはそこではないから。はい。楽しんでる感じはすごい伝わる。そう。全然楽しんでるし、前に進んでるし、ゆっくりする。ただそれがウサギかカメかどっちかなんですね。ということで。いやでもなんかいいもん見れました。そうですよ。はい。昔からの本当に、もうだからミュータントタートルズ持ってない人は攻めちゃダメ。前持ってたキャラを持ってるんですよ。マウントなんなの？先輩マウント。先輩マウント。それはしょうがないですね。まあ。それはしょうがない。欲しい人、今から始めた人も欲しいなってなるかもしれないですね。ミュータントタートルズとか。一向に使わないですけど。はい。そんな感じでございます。はい。ただこの伸びしろはまだ。いや伸びしろしかなかったです。やることがいっぱいあるからね。とりあえずフレアバルキリが1位になることを僕は今2位だったんで使用回数、あれを1位にしてほしいです。もう一回1位にしてほしい。先日までフレアバルキリ1位だったからこのままいけるかなと思ったらいないですからね。フレアバルキリ1位の人この世に。いやいるよ。いやいないです。いる君もそうだよね。ねえということでこれからもまた3年越しで3年越しなんですね。はい、楽しみです。お楽しみにしていてください。はい、ということで本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。